それではここからはテキストですと 2.2 節の多項式の表現という話に入っていきます。でまず 2.2.1 項の多項式の表現と加算というところから始めたいと思います。テキストを持っている人は17ページから見てください。まず多項式の表現と加算ということなんですけれども、まあ、R をカカンカンとしまして、で R の角括弧ですね、四角括弧に XYZ と並べたものをですね、これは変数 XY から Z を持つ R 上の多項式全体を表すということにします。まあこれは多分数学類で2年生で代数入門などの授業を受けた人は多分すでに知っていると思います。でちなみにこの多項式間にはですね、自然に加減乗算が定義されて、この間もですね、加間間をなすことが分かります。で当面はですね、この変数を、1変数 x としまして、係数を整数間 z とします。まあ、そういう整数間上の1変数 x の多項式間を考えることにします。まず記号の定義です。ちょっと注意していただきたいのは、ここの記号の定義だけ少しテキストと言葉の使い方が異なりますので注意してください。一応酒井先生にもお伝えしているんですけれども、こちらのこの言葉の使い方が計算機代数では一般的な使い方、日本語の使い方となっております。でまずこの AX ですね、これを整数形を係数とする1変数の多項式としまして、この N 字の係数は非0とします。でこの時に次数が最大の項 AN×X の N 乗というのを A の AX の主項と呼びます。英語ですと The Leading Term と呼びますので、この The Leading Term の頭文字を取って LT の A というふうに書きます。次にこの AX の主項 ANXN 乗の係数ですね。この係数を AX の主係数と呼びます。主係数は英語ですと The Leading Coefficient と呼びますので、この頭文字を取って記号は LC と書きます。で、この次数は、この次数 N ですね。N は AN の次数で、次数は英語で degree と言いますので、この degree の頭文字を取って deg というふうに記号を書きます。で最後に、これはあんまり代数の授業でも使わないんじゃないかと思うんですけど、モニックっていう概念がですね、AX がモニックとは、この主係数、AX の主係数が1であること。すなわち、この次数最大の項の係数が1であること。時に、この AX はモニックであると言います。これ我々計算機代数では普通に使うんですけれども、慣れないと、って思ってこう質問してくる場合もされる人もいると思いますので、必要に応じて確認しておいてください。さて、まず、1変数多項式のですね、表現というのは、一応、この、まあ、授業でですね、計算機で扱う上で、この1変数多項式をどう表現しますかっていうことなんですけれども、EX が先ほどのような形で与えられた、N 字の多項式のときに、この係数をですね、定数項から順番に、小順に並べていって、丸括弧で囲ったものを、ここではその一変数多項式 AX を表すことにします。まあ、記号の定義ですので覚えておいてください。で以上を踏まえて、まずここからはその一変数多項式の加算を考えていくことにします。今、AX という BX というその2つの一変数多項式が与えられたものとします。次数はどちらも K 字の多項式ですね。ですので、表現としては、まあ、係数が AX の方は A0 から AK が並んでいると。それから BX の係数は B0 から BK が並んでいるということにします。で、この2つの多項式 AX と BX に対して、我々はこれからやりたいことは、この AX と BX の和である、まあ、CX を計算したいということですね。ですので、表現で言うと、まあ、この C0 から CK って並べたこの CX の係数を決定したいというのが、まあ、これから我々が取り組むことです。
で、まあ、先に答えを出してしまいますけれども、この一変数多項式の加算はですね、このようなアルゴリズムで行うことができます。まあ、直感的には、同じ次数の項の係数を全部加えていけば、まあ、いいでしょうってことですね。ですので、まあ、入力が AX、まあ、このような多項式、それから BX がこのような多項式が与えられたときに、出力としては、こういう CX を計算しますよってことですね。で、まあ、CX は AX とプラス BX、AX とプラス BX に等しいものを計算しますと。で、どういうふうに計算するかというと、まず、第一ステップで、フォア分による繰り返しがあってですね、これは i が0から k まで繰り返されるんですけれども、この ci の値としては、ai と bi の和を代入しなさいと。すなわち、これは i 次の係数の和を取ったものですね。a と b の i 次の係数の和を取ったものを c の i 次の係数としなさいというんですね。で、最後は、この得られた c0 から ck をこのような形で並べて返すということで、一変数多項式の加算が完了するということになります。で、一応今のアルゴリズムに関して、注意点が少々ありますけれども、まず、次数、入力多項式の次数ですね。今のアルゴリズムは入力多項式 A も B も次数が K で等しい場合を想定しておりましたが、一般には2つの多項式加えたいというときには、その、2つの多項式の次数が異なる場合もよくあるわけですね。そうすると、その入力多項式の A と B の次数が異なる場合には、その今のアルゴリズムではちょっと計算は不十分で、何らかの対応、拡張が、アルゴリズムの拡張が必要になるということに注意してください。それからもう一つの注意点はですね、今使っている入力多項式の係数はですね、一般に多倍長の整数を想定しております。そうしますと、その係数同士の演算が仮に、例えば定数項の加算が1回だったとしても、それは多倍長数の加算ということになりますので、その計算量を見積もる際には、その多倍長整数の加算の計算量っていうのを考慮しながら、計算量を見積もっていく必要があるということです。この点にも注意しておいてください。で、今の注意を踏まえてですね、その一変数多項式の加算の計算量の見積もりをしてみましょう。と、まあ、まあ、先ほどのアルゴリズムを出すまでもなく、まあ、こういった図でこう表してみましたけれども、まあ、要は、このアルゴリズムでやっていることっていうのは、その A と B の各次数の係数の和を取ってるっていうことですね。そうすると、この各次数の係数の和を取る加算っていうのが、ここでは、K プラス1回起きていますので、まあ、これは、オーダーの K というふうに見積もることができます。で、その上で、各係数の、計算量がどうなるかっていうことなんですけれども、この、各次数のですね、この各係数の計算量っていうのは、そのそれぞれの係数の、長さに比例するということをやりました。これは、つい、先ほどですね、多倍調整数の計算量の、加算の計算量の見積もりで、例えば、この AK と BK の計算量というのは、その AK と BK のその長さに比例するということをやりました。で、そうすると、この全体ではですね、その、どの部分が、に比例するかというと、この AI とか BI というこの各係数の中で、一番その長さが長い部分がですね、計算量に効いてくるということで、その各項の、まず係数、各項ですね、この各項の係数の計算量というのは、各項の多倍長数の長さに比例するということに注意しておきます。だから、A のこれ i 乗の係数であれば、A の i の長さと B の i の長さの、まあ、長い方にですね、計算量が比例するということに注意してください。で、その上で、この各係数をですね、その、まあ、0次から k 次まで全部加えていきますので、その全体では、その各項の係数の、まあ、長さの和に比例すると、計算量が比例するということに注意してください。これが一変数多項式の、計算量の見積もりですね。各項の係数の長さ、まあ、AI と BI で長い方の、長さの、なんだ、0次から k 次までの和ですね。これに多項式の計算量というのは比例するということになります。
ちなみに、仮にですね、この係数がすべて単精度である場合は、どうなるかっていうと、この AI とか BI の長さは全部1に等しくなりますから、そうすると、まあ、1を0から K まで加えた和ですから、この場合はオーダーの K ということになります。で、ここから何が言えるかというと、その係数がすべて単精度の時の一元数多項式の加算の計算量というのは、多項式の次数に比例するという知見が得られます。また、係数がですね、すべて等しい長さだった場合ですね、そういうこともあり得ると思うんですけれども、例えばこの各係数が全部 M ワードの場合には、まあ、1個の係数の加算の計算量がオーダーの M で、それが K 個ありますから、この多項式全体としての計算量というのは、まあ、オーダーの MK になるということにも分かります。まあ、こういう形で、そのいくつか特別な例に関して計算量の見積もりができるということにも注意していただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。今回の第4回の授業のまとめです。今回はまず計算量の概念について紹介をしました。で、その上でそれを踏まえて、まず符号なし多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。それから一応符号付きの多倍調整数の表現について紹介しました後で、それについて一元数多項式を考えまして、一元数多項式の加算のアルゴリズムを説明しまして、最後にその一元数多項式の加算の計算量について説明をしました。次回第5回ですけれども、一元数多項式のホーナー法という方法について説明していきたいと思います。このホーナー法の応用としまして、二進数と十進数の変換という計算があります。で、その中でから次回は非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換の方法について紹介をしていきたいと思います。これはそれぞれテキストですと 2.2.3 個、2.2.4 個にあたりますので、必要な人は予習をしておいてください。よろしいでしょうか。それでは、以上で今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。